何を意味する言葉？うわまたもうさよまたくそまたもう嘘やばい顔が。はいどうもクイズ検証の伊沢です。こちらですついです。はい関つけー。あもうついてるってついてる。机の上の荷物全部しまえ。なんもないよ。クイズ学基礎の抜き打ちテスト始めるぞ。クイズ学基礎大学っぽい講義なのに抜き打ちテストがある。机の上とかあ、ペン。あ、ペン。ちっちゃいね。まあまあ抜き打ちだから確かにあれなんじゃない。小テストぐらいね。じゃあテスト始め。あ、試験問題。何も言われてない。昨年台湾のアカデミー賞こそ金馬賞で最優秀作品賞を受賞した作品は何。毎年4月25日と定められているオーストラリアやニュージーランドの祝日は何。お高い丘に立つ修道院を目指して歩く自身の姿を描いたゴッホ唯一の全身自画像とされる絵画は何。知らん。これクイズ学基礎。そうだな。難しくない。授業でやっただろ。聞いてなかったのか。聞いてなかったよ。受けてないんだこっちは。全部初めて聞いた。はいじゃあこれで終わりだ。ちょっと待って見直ししてるから待って。見直ししてる。なんでその自分の見直しの方が優先されるの。試験監督者よりさ追いつかのないこの3問も何。確かに何のテーマで講義されてるのか全然分かんなかった。これじゃあ結果発表するな。はい渡辺0点。うわー鶴崎0点。あー伊沢0点。あー何してんだよ。あー全然ダメじゃん。めちゃくちゃ難しかった。無理だ。今回の範囲分かってただろ。分かってな。今回の範囲っていうくれない感じだったけど、そうだから授業聞いてないから分かんないんだよね。はいね、3つあっただろ。3つあった。台湾の芸能の賞。台湾の芸能の賞。オセアニアの祝日。オセアニアの祝日。アルル時代のゴッホ。この3つだろ。アルル時代のゴッホ。アルル時代のゴッホ。この3問です。しょうがないから今回出来悪かったけど、30分後に追試を行おう。同じ範囲でどうですか？同じ範囲だ。そうそうそう。おA4 の紙をね1枚を渡すから持ち込み可能にしよう。持ち込みか出た。あるよねそういう試験ね。出そうなものはメモっとけばいいと。覚えなくていいようだな。30分後にボードで出題するんでね。それから答えられるように頑張って勉強してくんだぞ。はい。追試は何問あるんですか？追試はな3問ずつ。計9問。計9問。計9問もあんの？ある。結構ある。なんで本試が3問なのに追試が9問なんだよ。そしたらその今配った A4 の紙にねメモいっぱいして30分後の追試に備えてくれよな。勉強タイムスタート。よっしゃ。よし。クイズの図書館から美術の物語の本を借りてきたぜ。これきついね。きついねこれマジで。台湾の芸能の賞にねこれとかこれとかこれがあるってことがね明らかになったよ。それぞれを調べて大事そうなところをね。シンプルに調べただけだと出ないよね。いっぱいありますね。これはね今オセアニアの祝日真っ最なるとしてる。これ出るんちゃう？ちょっと山張っちゃおう。いやオセアニアって言ってんだよな範囲が。フィジーとかの祝日も調べるか。いい問題いっぱい作れそうだな。ゴッホ対策問題が作れそうすぎてやばい逆に。あまり深く考えず書いとくって大事だ。これマジでそうかもしれない。そういうゲームかもしれない。どれが出そうですか？あ、ひまわりですね。ひまわりという作品がここにあってこれが出るんじゃないかと思ってます。とりあえずオセアニアの祝日をいっぱい書いてったんだよ。非効率的だなって。これ以上細かく調べることより他のジャンルに得意なとこってある。誇りもつったりこれが出るんじゃないかなと思うんだよね。これがクイズ学基礎だからこれは台湾芸能学基礎だったらこうじゃないかもしれないけど、これはクイズ学基礎だからクイズにしやすいものとかを読み切ってる、ね、そう。そろそろゴッホがアルルを去る。絶対ゴッホやったやつね。うんゴッホが一番範囲広い気がする。あと当てられそう。ちゃんと残り半分ですね。やべえやばいやばいマジで台湾芸能がもうガチでやばい本当に。さっき出たイージャザーグーグーちゃんは出ないからな。先生がそもそも読みにくそうにしてるじゃん。発音が合ってるかもわかんない。ふざけた講義だなこれ。大丈夫かこれ。今のところ台湾まだ触ってない。対策の難しさ考えた時に簡単なやつから触ろうというね。いや確かに1ジャンル3問出たよねこれ。暗雑他のとこでも休日になってんじゃん。すごいね。よく発見しましたね。逆に知らなかった自分が間違ってつかないように思えるな。暗雑で大事だろ。暗雑で大事だ。すいません。これ多分2年後とかに大会のペーパーで出たら「うわなんだっけー!」ってなったんだよね。絶対楽でね。意外とあとねえな祝日がお世話になってはいあと5分。ああもうやばいって俺 54321 終了。じゃあ1つ目のジャンル台湾の芸能の賞からいきましょう。俺ねメモ用紙とこの部分にしか書いてない。俺この部分少なあまり。いや僕は3等分して3等分ってやりましたよ。計画的でしょ。果たしてそれが計画的と言えるかな。俺計画して絞ったからな。では1問目問題。台湾の芸能界で三金と呼ばれる3つの賞とは、金馬賞、金曲賞と何？これ時間をかけなくてよかった。俺もうノルマ達成だもんこれで。費用対効果めっちゃいいぞ。みんな結構自信ありそうです。めっちゃ自信あり。これ常識でしょ。では回答見ていきましょう。回答オープン。はいでん。金賞賞、金賞賞、金賞賞。あ、ちょっと漢字適当に書いちゃった。でもこっちの書き方もあったよ多分。はいはいはい。金賞賞これ落としてると俺冗談じゃないから。正解は、金賞賞ということで、こうちゃん、鶴崎さん、伊沢さんも正解です。やったー。これ見たから見たから。まあいいでしょう。常識ですよね。これは常識。2問目参りましょう。問題。今年の金曲賞で最高賞である年間アルバム賞を獲得したウーチンフォンのアルバムは何？抑えてねー。かけるのすごいね。こうちゃんオープン。私が成長する鍵。伊沢さんオープン。可愛いってごめん。あれあれあれちょっと待って。よくこのさ短い時間で思いついたねそれね。すごいよマジで。鶴崎さんオープン。読めません。わらび的正規にみたいな。そうなのと思います。では正解発表します。はい、正解はマラメイダシンチアということで鶴崎さん正解。やったー。発生できてなかったぞ。じゃあマラメイダシンチアだよね。これ意味としてはマラルメの火曜日ということで。フランスの詩人マラルメの歌謡界というものから着想を得て制作された。教養ある曲だな。日本からは和楽器バンドの演奏者がね参加してたりして。すごい。国立国父記念館ということでこうちゃんおまけ正解しました。2点2点1点。よしよしよし。戦える。これ伊沢さん大丈夫ですか？逆にさ時間4分と5分としか使ってなくて1点差で抑えたらマジで。確かにこの点差ならかなり勝ち目出てきたね。いやそうやばいね。では続いてオセアニアの祝日参りましょう。よっしゃ頑張るぞ。参ります。問題。オーストラリアの祝日アンザックデーの象徴になっている花は何色の何？アンザックデー。最悪だ。来るとは思わなかった。そっちか。では全員オープン。はい。赤いバラ、赤いバラ、赤いスイートピー。ああそう。今日昭和歌謡が。赤いバラね被りましたね。正直勘で。ちょっとやべえ。ちょっと思い出したの。赤いポピーだったじゃないかな。嘘。正解は赤いポピーだ。俺知ってたわ。うわ見た。これよ。イギリスであんだよ。第一次大戦の戦死者を記念する日とかにポピーの花をつけるのがあんの。うわ知ってたわ。ありそうだね。ふざけてる場合じゃなくて。おいなんでボケたんだよ。昭和歌謡に当たってる人が言ってもにあったよ。でもその通りで、イギリスとかにあるねリメンブランスデーでも象徴になっていて、戦没者を偲ぶ意図がね赤いポピーにあるという。なるほどね。ということで全員不正解。赤いピーまで合ってるのに。では2問目参りましょう。参ります。問題。フィジーの独立記念日フィジーデーは毎年何月何日？嘘？え？任せろ。いや、しまった。これそうだよな。これちょっと待って。字が下手すぎて読み取りづらい。では全員オープン。1月7日、10月10日、2月12日。フィジー。論語読みで決めてんだ。正解は10月10日。よし。鶴崎さん正解です。オッケー。やられた。フィジーの祝日全部ここに書いてあるから。なんでフィジーの祝日全部書いてあるの？思いついたから。うわー。やられた。しまったマジで。こうちゃんねフィジーって言ってたのに。リスト見たときに独立記念日って書いてあるだけだから思ってなかった。なるほどね。これ2点3点1点ですね。やばいやばい。そう。続いて参りましょう。参ります。問題。ニュージーランドでマオリの新年を祝う祝日マタリキ。このマタリキは何を意味する言葉？うわまたもうさよまたも嘘。やばい。もうボケない。4問連続でボケだからな。深掘り力の問題ですよ。うわ深掘り2つ来ると思わなかった。マタリキ目立ってたんだよな。そうなるとマタリキの意味とか出るだろうと。俺はクイズ王の考えてた。ヒントですが、今年は。マタリキ7月14日です。ではこれ調べたんで。出ます。ではゴーちゃんオープン。平和。鶴崎さんオープン。夏至。では伊沢さんオープン。スバル。正解はプレアデス星団スバル正解です。やられた。対策力。そうですね。これで2点3点2点と。追いついたぜ。マジか。はい、ということで最後のジャンルアルル時代のゴッホ参りましょう。これが一番頑張った。これに半分時間かけたから黄色い家お見事です。よかった。これはさすがにね。では2問目参りましょう。問題。ゴッホが自ら耳を切り落とした事件を起こした時、その治療を担当した医者の名前は何？うわ、医者の名前は覚えてねえよ。また明日女の人の名前が書いてあるのにどういう対策なんだそれは。では見ていきましょうか。全員オープン。フェリックス・レイ、バンサン・ボー・ゴーグ・レイ。正解はフェリックス・レイ。よし、こうちゃんと伊沢さん正解だ。追いついた。これでそっか。うわ、レイ医師の肖像っていう絵あるわ。ラシェルという女の人に耳をこう渡したとしたね。それはね、新聞ル・フォロム・レピュブリカに書いてあるということで4点4点4点並びました。もう次正解すれば問答無用で優勝、優勝したら追試合格なんで。何相対的なの。最終問題は画像クイズです。画像クイズ、まずはこちらをご覧ください。はい、こちらですね。参ります。問題。この絵画が所蔵されている美術館はどこ？そこのさ、見分けさ、クイズにいる？芦屋のひまわり以外の区別あんまつかないよ。これにかけた。俺は書いた。書きました。では全員オープン。割れましたね。統合政治記念損保ジャパン日本講和美術館ゴッホ美術館テートブリテン。いや、これ全員間違えたら全員1位だから全員合格なんだよ。あ、じゃあちょっとみんな一画ずつ足そう。僕もよっ美術館。正解はナショナルギャラリーということで全員不正解。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、通知のオンもよろしくお願いします。概要欄に Twitter や LINE のアカウントもあるのでぜひチェックしてね。それでは次の動画でお会いしましょう。ということで最終結果は4点4点4点で全員優勝。やったやった、合格だ。9分の4だぞ。半分いってないということでね、今日は予習したらどんだけできるのかやってきましたけど、はい、まあぼちぼちでした。30分だとこんなもんですわ。そうだよね。まあ諦めないことの大事さはね、学んだと思うんです。確かに。あと時間配分の大切さね。ということで皆さんも何かの参考になったら幸いです。チャンネル登録、高評価、質問、コメント、シャープチャンネル絶対よろしく。さよならさよならさよなら。みんなちゃんと勉強しよう。それはそう。